わちゃ、れちゃんでーす。今回もジャンプチェーやっていきたいと思います。はい、ということで、今回なんですけども、今回は、こちら、ゲームを使っていこうかなと思います。ゲームはね、結構前に、出たキャラで、今回のガチャで、僕は手に入れたんですけど、一応ね、3体分、混ぜられたということで、まあ、必殺レベルがね、6以上になったので、ちょっと使ってみようかなと思います。ということで、必殺技なんですけど、必殺技が3ターン、バランス、体力、回復タイプの必殺技で与えるダメージを 10% アップ。で、1ターン、敵全体を 40% 弱体化ということで、いや、強そうだよね。まあ、攻撃はしないんですけど、サポートとして使う分には強いかなって感じがします。で、友情も、ハートプチを必殺プチに変換。で、緑、青、黄プチを2個ずつ赤プチに変換。で、2ターン、赤属性が受けるダメージ200軽減。決闘の場合は18000です。特性が高速解除に必要なプチを11個減らす。まあ、ほぼ、ね、減らしてくれるって感じかな。で、40% 以下の時に受けるダメージを470軽減って感じですね。まあ、見た感じからして強そうだよね。で、このキャラを今回は使っていこうかなと思います。で、もう一体サポート入れました。旋空ですね。で、旋空が赤属性の攻撃力を 25% アップっていう感じです。あとは特に関係ないですね。で、この2体を使って、よりいちさんと、まあ、もう一体ね、バランスタイプということで、魔人ブイたんで、まあ、この辺を、ちょっと強化して、攻撃するみたいな編成で遊んでいこうかなと思います。で、他サポートはほぼ入っておりません。今回行くのがトラファルガーローなんですけど、ローに行くときに、プチ生成の、ターンを解除するために、ルフィを入れてあります。こっちは多分使わないですね。ゲンスルは使わないです。ということで、やっていきましょう。さあ、サポートなしでやっていこうと思います。じゃあ、どうしようかね。一回プッチを整理しないとない。ゲンは次打ちたいから。いやー、これじゃダメだ。よし、こんな感じでいいかな。緑つながったね。オッケーオッケー。それでは次、弦の必殺見ていきたいと思います。じゃあ、ここでいいか。これで見ましょう。OK。で、必殺プチ1個作っといて。攻撃ができないから、このままでいいか。よし。じゃあ見たいと思います。ここ消します。かっけえ。シュボ攻撃かと思いきや、普通にサポートっていうね。いいね、いいね。どっちも好きです。じゃ、ちょっと打ってみます ?2 体分。じゃ、一回打ってみますか。どうしようかね。まあ、この辺取って、じゃ、よりいちさん、2個分。これで、打ってみましょう。36000。86000。弱体化プラス必殺プチのダメージアップ、攻撃力アップで、80000。えぐいですね。ビビりました。じゃあ、
どうしよっか。じゃあとりあえず必殺プチ作っとこうか。今回はね。で、このターンで生成の数を増やされるので、ルフィで下げます。したらここ取って、じゃあ弦をまず打ちましょうか。よし、弱体化して、でプチが消える、つなげて、じゃあここから打ちましょうか。ウリッツさん2体分、よし、2回分の必殺打ちます。攻撃アップからの10万。やばいね。ゲンとセンクのサポートがえげつないです。投げて、ゲンサポートのヨリさん、43,000、強いね。で、こっから必殺作られます。で、どうしようかな。作って、で、ここで1個吸収します。 OK、 これで弦からスタートしたら、2% アップでいいかな。うん、2% だけアップで、ラスト、これで7個吸収します。これで弦が必殺5個して、先駆1個かなからの84,000、92,000、強い。はい、いかがだったでしょうか。弦をね、今回は使ってみました。いやー、たまにはこういう編成もありだね。サポートを全部必殺プチ変換だけにして、で、必殺技を打つことによって、まあ、デバフ効果だったり、バフ効果を与えるキャラを入れて、まあ、メインキャラクターで攻撃するっていう感じの編成もありですね。いや、強かったな。サポートめっちゃ強くね。だって、40% の弱体化だよ。多分ね、僕が持ってる中だと弱体化キャラで一番強いんじゃないかなって思いますね。状態不要だっけ？状態不要の弱体化で、今持ってる弱体化キャラがまあこんな感じなんですけど、多分一番強いですね。次に強いと思われるのが、まあゴテンクスかな。あ、ゴテンクスの方が強かったね。まあゴテンクス11まで上げてるから。それでも 4% しか変わらないので、いや、弦強いなと思いました。はい、ということで、今回はこんな感じで終わりにしようかなと思います。ここまで見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。概要欄に Twitter のリンクも載せてありますので、フォローぜひぜひよろしくお願いします。ということで、また次回お会いしましょう。またねー。